見えない雲、見えない雲、見えない雲,ない雲はドイツの作家グードルン・パウゼバングによるヤング・アダルト向け小説のタイトルである。2006年にはドイツで映画化された西ドイツ、当時のバイエルン州の原子力発電所で起こった架空の放射性物質漏洩事故とその後の被爆者の体験が語られる。日本語訳は1987年に見えない雲の台で出版され、 2006年に見えない雲に解体して再出版された。後日。本が書かれた背景には1986年のシルノブイリ原子力発電所での大規模な放射性物質漏洩事故がある。著者はドイツでスーパーガウ放射性物質の漏洩による大惨事が起こったらどうなるのだろうかと考えをめぐらせるほどこのテーマに深く取り組んだ。 舞台は西ドイツ。主人公はギムナジウムに通う14歳の少女、ヤンナベルタ。午前中の授業の最中、ABC 警報、ドイツで定められている、A イコール核兵器、B イコール細菌兵器、C イコール化学兵器の攻撃を知らせる警報の、サイレンが鳴り響く。で、スーパーガウ、放射性物質の漏洩事故が起きたとわかり、学校は生徒を下校させる。ヤンナベルタは、 上級生の車で送られ、弟売りが帰宅しているシュリッツの自宅へ戻る。父母と小さな弟は、原発に近い町シュバインフルトに住む、母方の祖母宅に出かけていた。風は、原発のある南東から吹いていた。警察の車が拡声器で住民に、地下室に入れと指示するが、母から電話が入り、列車で、父方のおば、ヘルガのいるハンブルクへ行けという。 近所の人々も脱出し始めており、二人は自転車で駅へ向かう。しかし、避難を急ぐ自動車に、売りが跳ねられ、菜の花畑の中へ飛ばされてしまう。死んだ売りを運ぼうとするが、通りかかった家族連れに止められ、彼らの車に乗せられての駅へたどり着いたものの、群衆が押しかけて大混乱になっている。封鎖された路線を迂回して到着したのは、貨物列車だった。 同行していた小さな子供は我先に列車に乗ろうとする人々の波に飲まれ母親に責められたヤンナ・ベルタは駅を飛び出した。やがて放射性硬化物を含んだ雨が降り始める。濡れながらも売りの元へ戻ろうとするヤンナ・ベルタはヒッピー風の家族連れの車に拾われて東ドイツとの国境付近まで移動し、菩提樹の並木の道を歩くうちに吐き気に襲われて気を失う。 気がつけば、ヤンナ・ベルタは、ヘッセン州の北部、国境地帯の村、ヘルレスハウゼンにある校舎を使った臨時の病院にいた。数十人の子供が収容されており、トルコ人の少女、アイゼラと親しくなった。内務大臣が視察に来たことで、ヤンナ・ベルタは怒りを周囲にぶつける。死者が1万8千人を超えたこと、非常事態宣言が出たこと、封鎖地域、 外国への影響などの情報が入ってくる。しばらくして、ヤンナ・ベルタの頭髪は、被爆症状のため脱毛し始めた。アイゼはじめ、子供たちの何人かが死んでいった。オバヘルガが、ヤンナ・ベルタの収容先を知って、会いに来たが、父母と弟、祖母が死んだことを教えた。ヤンナ・ベルタはショックを受け、子供たちを介護するヘルパーのテゥネスラに、事実を隠していたとなじってしまう。 事故が起きた時、父方の祖父母はバカンスのためマジョルカ島にいたため生きていたが、ヘルガは家族が隔離地域の中で死んだことを彼らに知らせることを拒した。ヤンナ・ベルタは退院するとヘルガに引き取られてハンブルクへ行った。途中で立ち寄ったレストランのメニューは高値で、それは輸入食料を使っているためだった。お金のない人はそれより安い食料を買うしかないと知った。 汚染されていない粉ミルクが配給されると皆が飛びつく。映画館や倉庫が避難民収容所になっていた。ヤンナ・ベルタは地元の学校に入れられても頭髪のない頭を隠さなかったが、街中には帽子をかぶった人も多かった。同級生だったエルマーが偶然同じ学校におり、自然と二人は一緒に過ごすことが多くなった。同様に頭髪を失ったエルマーは、 他にも多くのものを亡くしていた。母方のおば、アルムートが、ヤンナベルタを訪ねてきた。彼女は教師であるが、生徒の避難を優先したため被爆し、赤ん坊を中絶していた。エルマーの自殺をきっかけに、ヤンナベルタは、ハンブルクを去り、アルムート、オットラインハルト、彼の父のいるビースバーデンへ移り住んだ。ヘルガが来て、ヤンナベルタに剥げた頭部を隠すためのカツラなどを、 置いていった。アルムウートは被爆者の救援センターの設立のために奔走し、ヤンナベルタも手伝った。シュリッツの封鎖が解除された。ヤンナベルタは弟の遺体があるはずの名の花畑に出向き、見つけたその体を埋葬した。その後、家に着いたヤンナベルタは思いがけない光景を目にする。小説は2008年にドイツにおいて、 アニケハーゲによって漫画化された。漫画版はほぼ小説に沿った内容であり、主人公やんなも小説版と同じ14から15歳の子供であるもののエピソードや登場人物の一部が省略された。小説では、父方の祖父母がラストシーンに登場し、帰宅した主人公が原発の安全性を訴える祖父と相対する場面で終了するが、 漫画版にはこの祖父母が登場しないため、主人公が弟の遺体を名の花畑に埋葬し、畑を見つめる場面で終わる。原子力発電所の名称は、日本語表記では、マルクトエバースドルーフに変えられたが、設置されている場所は、グラーフェンハインフェルト原発と同じとされている。この漫画版は日本では、コミック見えない雲の台で2011年に出版された。 小説はまた、2006年、グレゴール・シュニッツラー監督により、パニック映画のスタイルで映画化された。二人の主要人物、エルマー、エン、フランツ・ディンダとハンナ、エン、パウラ・カレンルクの動向を中心に、人々がパニックに陥る様が描写される。原子力発電所の名称は、アタンクラフトワーク・マーク・タバースバーグ。日本公開時は、エバースベルト原発に変えられた。映画は、 本とこれ以上の類似性は持たず、独自のラストを迎える。映画はザ・クラウドである。日本では2006年7月16日から20日にかけて開催されたドイツ映画祭2006に黒い雲という日本語題で出品され、20日に上映された。その後12月30日からは正月第一弾ロードショーと銘打たれ、見えない雲に解題されて、 シネカのに有楽町にて上映された。12月からの上映に先立ち、原作小説の日本語題も、見えない雲から、見えない雲に改められて、再出版された。ドイツの鉄道会社が駅での撮影を許可しなかったため、バートヘルスフェルト駅での大群衆のパニックシーンは、原作通りの舞台で撮影ができなかった。そこで、ベルギーのアロン地域にある、ベルビエ中央駅を、 ロケ地に求め、看板などを取り付けて、ドイツ風に改装した。400人以上のエキストラが3日間にわたって撮影された、このシーンに参加ている。映画は、ドイツ映画賞2007において最優秀青少年向け青春映画にノミネートされた。主演女優、パウラ・カレンベルクは、チェルノブイリ原発事故の時に退治であった。健康な外観で生まれたが、 幼児期に検査をしたところ、心臓に穴が開いていること、片方の肺がないことが判明した。しかし彼女は体に障害があるとは思わせることはなく、失踪する場面も問題なくこなした。あ、手立に暮らす高校生のハンナは、母と弟ウリートの幸せな暮らしを送っていた。同じクラスの優等生エルマーが少し気になっていた。その日、母が出張のためハンナは、 ウリーの面倒を見ることになった。午前の授業中、ハンナはエルマーから空き教室に呼び出されて、キスをされる。その時、ABC 警報が鳴り出し、生徒たちは帰宅させられた。混乱の中、ハンナは、ウリーがいる自宅へ戻る。警報は、母の出かけた、シュバインフルトの近隣にある、エバースベルト原発での放射性物質の A 事故を知らせるものだった。 警察の車が覚醒機で家々に指示するのに逆らい、住民は家に残らず車で逃げ始めた。ハンナはエルマーが車で迎えに来ると言った約束を信じて家で待っていたが、母から電話が入り、二人でハンブルクのおば、ヘルガのもとへ逃げるよう指示される。ハンナは、ウリーと共に道路が避難者の車で渋滞する中を自転車で駅へ向かい、 遅れて到着したエルマーと行き違いになってしまう。家に残されたスイッチが入ったままのラジオが放射能を含んだ雲の接近を伝えた。小説、見えない雲はドイツだけでも150万部が販売され、原発を推進する側の政治家や原子力業界の関係者にも読まれ、さらにドイツやベルギーにある学校の多くで国語教材として用いられるようになった。 ドイツ国外においては、日本を含めた13カ国で翻訳された。批評家は、本と映画が架空の内容であるのに、実際の事故が元になっているという印象を与えかねないと非難した。また原子力発電の推進派は、このような事故がドイツの原発で起こり得ることにっきりと異議を唱えた。反核運動の精神から書かれたこの本は、ティーンエージャーに、 原子力エネルギーの問題と危険性を示す意図があった。同じ著者の同テーマのヤングアダルト向け作品としては最後の子供たちがある。この本も同じ場所を舞台に各戦争への危機感をテーマに書かれている。2011年3月11日に日本で発生した東北地方太平洋沖地震は福島第一原子力発電所において原子力事故を引き起こした。 この事故を受けてパウゼバングは、ドイツの週刊誌、デア・シュピーゲルに、日本人が、見えない雲に描かれたような惨事から免れることを望むという趣旨の文章を寄せている。その文章においてパウゼバングは、生き残ったヤンナ・ベルタがいずれ高度障害を持つ、子供を産むであろう、未来を示している。また、原子力エネルギーを推進することを原因とするか。 その結果起こることによって子供たちが苦しむことを憂い推進する人々がその結果起こり得ることに責任を負うべきことを理解しているかを問い自身が生きている間は警告を続ける旨を語っている英訳 I hope the Japanese will be e a s pedo2011 年3月18日付2014年12月に舞台化作品がシアタートラムにて なご座公演として上演された。上演台本、演出は、瀬戸山美咲が担当。主役のヤンナベルタ役は上白石もね。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。